それでは村本選手、そしてクリス・リード選手に伺います。パーソナルベストどうですか？よかったです。ほっとしてます。一生懸命練習してきたツイズルはどうでした？わー、OK でした。<Okay. 笑>、はい、クリスさん、パーソナルベストどうでした？はい、の今日よく滑りました。ここの、E のスタートは嬉しいです。そう、明日のフリーランス頑張ります。国別対抗戦、村本選手初めてでしたけれども、どうでした？雰囲気は。最初名前呼ばれる前にちょっと緊張しすぎて本当泣きそうになってたんですけど、でも本当みんな応援して温かい声援をいっぱい送ってくださって、本当緊張してる場合じゃないなと思って、キャプテンなので本当に最初から最後まで楽しく滑れました。クリスさん、5回目フェイスタイムですけど、ファーストタイムイズカナ、はい、初めて村本選手と国別対抗どうですか？楽しいです。これがいいのフィーリングです。それは嬉しいです。そして、キャプテンとしてこれから応援もありますけど、なんかサプライズもあるって聞いてるんですが、どんなプランありますか？サプライズっていうか、一つはもう手作りの発表、みんなの名前を入れて作ったのが一つのサプライズで、もう一つはサプライズというか、とにかく全力で応援したいなと思います。日本チームの目指すところ、この大会どんなところですか？そうですね、もちろん目標は表彰台でトップの優勝なんですけど、最終的には本当一人一人が目標を達成できるのと、本当に笑顔で最後終わってほしいなと思います。クリスさん、メッセージフォーチームメイツ。はい、みんな頑張るぞ。フリーもいい演技期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。